はい、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、この僕のコンテンツでね、よくこう玉ねぎのね、動画を最近こうアップさせていただいてるんですけど、まあその中でですね、まだね、この11月の中旬で苗が小さいんですけど大丈夫ですかとかね、定食ね、もう遅れてるんですけど大丈夫ですかとかね、まあ、ちょっとねこう急いでるというかですね、焦っているというかですね、そういうねコメントを見受けます。で、玉ねぎのねこう定食をね、よく知っている方、まあ、経験のある方はですね、いやまだ大丈夫だからっていうふうにね思うと思うんですけど、まあ、経験が少ない方とかですね、まあ、特にね今年玉ねぎね初めてね定食してみようかなっていう方がね、こう動画をねこう見てご視聴いただいてですね、まあいろいろね玉ねぎはねこの11月の上旬ぐらいからですか、定食をしてるのを見て多分気が焦ってるのかなと思うんですけど、もう一度ちょっとおさらいしておきます。結論から言うと大丈夫ですからね、そんなに焦らなくて大丈夫です。小さい苗でもしっかりと収穫までできるので、そこら辺の管理ポイントもねちょっとお伝えしていきますので、まずは焦らずに、ちょっとねこの動画をですね最後までご視聴いただければと思います。で、まあ、何かっていうとですね、玉ねぎですね、特にこの中奥手種というのがですね非常に人気なんですね。やっぱり何が人気かっていうと長期貯蔵ですね。貯蔵性が高くてですね、まあ、長ければですね来年の4月とかね5月ぐらいまでね保存が可能になるんですね。で、まあそれはですね今年の5月6月ぐらいに収穫したものがおよそね1年近くもですね保存が可能になるんですね。で、まあ一般的に言われてるのが、まあ8ヶ月から10ヶ月なんていうふうに言われてるんですけど、まあこれね貯蔵の仕方っていうのもあるんですけど、まあ、こういうね玉ねぎがですね、まあ今この植え付ける時期になっているということで、まあそれね結構こう焦られてる方がいるのかなと思うんですけど、定食の適期というのはですね基本的にこの11月の上旬からですね、まあ12月の上旬と言われてるんですけど、僕がやった経験則から言うとですね1月上旬で大丈夫です。間に合います。まあこの1月に植えるときはですね氷点下になったりとかね、そういった地域多いと思うんですけど、まあ一般的にこう雪がね降らない地域とかね、そういうところでしたら1月の定食でも大丈夫です。で、雪が降るところはねちょっとね僕ね経験則ないのでわからないんですけど、雪が降らない地域だったらまずね大丈夫ですので、まあ、この管理の方法とかっていうのは先日お伝えしてます。こちらをちょっと参考にしてください。で、この11月の中旬に差し掛かってきましたね。で、この頃にですねまだ苗が小さいというふうに言ってもですね、今日もね日差しが暑くて、気温が高いんですよね。まあ今日とかですと25度まではいかなかったんですけど23度とかね行っててですね、非常にこう気温が日中帯高いんです。で、やっぱりね朝晩の寒暖差が非常に激しくはなってきてるんですけど、平均的なこの積算気温というのは高いんですね。日照に関しては徐々にこう短くはなってきてるんですけど、まあここでですね小さい苗ですね、まずここポイントになるのがですね、大きくする方法というのがあるんですね。これもお伝えします。これはもうね、いくつかあるんですけど、おすすめなのはもう発酵水です。発酵水が一番おすすめです。で、発酵水も100倍希釈です。で、何を使うかというと EM 活性水、それか乳酸菌発酵水です。この2つが非常におすすめです。苗がぐんと大きくなります。なぜかというと、この気温ですね、気温、あと、日の光ですね、こういったものがですね今比較的20度以上で高いんですね。で、本来でしたら多分もう平均気温18度ぐらいなんですけど、2度3度例年より高いんですよね、こう見ると。ですからここにですね発酵水かけてみてください。顕著に上がります。ぐんと伸びます。大きくなっていきます。本当にみるみるうちに大きくなっていきますので、で、苗がね大きくなるということはですね根っこが伸びていきます。苗が大きくなって根が伸びます。根が伸びて苗が大きくなるのではなくて、苗が大きくなってそれに伴って光合成が豊かになるので根っこが伸びていくんですね。この循環サイクルがあるので、まずこの発酵水で苗をボンと大きくさせてください。で、ここからですねこの根っこをね非常にこう伸ばしてあげるっていうのが重要なんですね。で、根っこを伸ばさないとやっぱりですねこの冬場、
この後ですね、1ヶ月もするとですね、12月の中旬ぐらいに差し掛かってくるので、やっぱり朝の気温が氷点下にね、行きやすくなりますよね。で、こうなってくると、やっぱりね、玉ねぎの苗が、生育がね、なかなか育たないとかっていうふうになるので、そこまではですね、本用で言うと、5枚、6枚ぐらいはですね、大きくさせたいんですね。苗の大きさで言うと40センチ以上ぐらい。まあこれぐらいまでですね、大きくさせて、本当は行きたいんです。で、冬越しをして、来年の3月ぐらいからですね、また気温が上がってくるので、それに伴って苗がね、こう大きくなっていくっていうね、まあそういう過程を持っていきたいんですけど、ここまでにですね、苗が小さいまんまだと、小さいというのはですね、まあ例えばもう20センチぐらい、20センチぐらいかな。それぐらいで冬を越していくと、まあ、ほぼほぼね、ちょっとね、来年の収穫は多分ビー玉サイズぐらいになります。ですから、そこまでにある程度苗をね、大きくしておくっていうのが結構大事なんですね。で、そのために根っこを張らせるためにしっかり活着をさせる。で、その資材が先ほど言った EM 活性水、またはですね、乳酸菌発酵水というのがあるんですね。で、EM 活性水については、どちらかというと市販で売られてます。1リットルあたり多分今、2200円ぐらいで売られてるんじゃないかなと思うんですけど、そちらを購入すると非常にもう簡単です。すぐに使えます。100倍希釈で使ってください。で、さらに乳酸菌発酵水、こちらも使えるんですけど、乳酸菌発酵水は米のとぎ汁とかですね、そういったものを使うんですね。で、発酵させるまでにですね、まあ最短でもね、そうですね、2週間はかかります。ですから、まあそうすると12月の上旬ぐらいまで入っちゃうので、もう EM 活性水買ってね、与えてあげるのがいいと思います。まあ他にもね、カルシウム液肥とかあるんですね。まあ、リキダスとかハイボネックスとかそういったのはですね、カルシウム系を補給する、まあ、優秀なね、液肥の、資材にはなるんですけど、ただですね、これやっぱ微生物資材が非常に有効ですね。ここら辺を顕著に使っていくと、苗がみるみるうちに、今気温が高いですから、この高いうちにしっかり育てておくっていう風になると、先ほど言ったようなね、しっかりとした苗が育っていきますよっていう風になるので、ぜひ参考にしてください。これだけです。これだけで、まあ他の細かいね、雑草を抜くとかね、そういったのもあると思うんですけど、そういったのはですね、適宜見ながらやって管理をしていって、で、とにかく苗を大きくさせて初期生育っていうのが非常に大事なんです。この初期生育をやっておかないと、結局ですね、いいものが育たないです。もう、ナスもピーマンもレタスも、何でもそうなんですけど、最初の初期生育がね、大事です。初期生育が乏しいと、やっぱり収穫は、収量は落ちます。間違いないです。ほとんどのお野菜がもうほぼそう、ほぼというかですね、全部そうです。全部と言っていいぐらいそうです。で、風に当てないというのも基本原則なんですね。ですから最初の初期生育で、もし心配だったらもう不織布貼ってください。温度を確保して風を当てないようにしてください。こういったこともね、やっておくといい玉ねぎがね、多分取れると思います。今からでも間に合います。で、小さい苗どれぐらいがいいのかっていうのもですね、ちょっとね、見ていきたいと思いますので、まあそこら辺もね、ちょっと参考にしてみてください。で、こちらがですね、EM 活性水ですね。これは、発酵水なんですけど、まあ、増やしたものですね。これもね、作り方とかあるので、概要欄貼り付けておきます。ぜひ参考にしてください。これをですね、100倍希釈とかでね、与えてあげると、顕著にみるみる元気になります。で、これ EM 酵母って書いてあるんですけど、EM 活性水です。これ酵母菌はね、入ってるんですけど、基本的には EM 活性水のそのまんまですね。そのままというのは原液のまんまを発酵させて増やしたものですね。こちらになります。で、ちなみにこれはね、この色は豆乳じゃないな、これはですね、糖蜜を使ってます。なのでこのような色をしているだけです。基本ね、乳酸菌、放線菌、酵母菌、この EM 菌と言われているこちらの菌はですね、糖分が非常に好きで、糖蜜と相性が非常にいいので、活性水作るときはですね、そういったものをね、使うといいです。まあ普通のお砂糖でも、増やすことは全然可能です。こちらはですね、AGCA って書いてあるんですけど、これはカルシウム資材ですね。
こちらでもいいんですけど、おすすめはもうこっちです。こっち。これが顕著にいいです。はい、続いて苗の方ですね。まだね、植え付けてないのもあります。ここら辺ですね。植え付けてません。で、これもね、11月の下旬ぐらいまでにはね、植え付ける苗です。まあ12月に入ってもいいかなっていうぐらいなんですけど、苗のサイズ的にはもう十分いいサイズになってます。こちらもね。で、まあこの育苗箱で、大体ね、今年は16箱作ってます。今残りが1箱2箱。そしてこちらに1箱だけ余ってる3箱ですね。で、こちらがですね、まああと残り3箱ね、定植すれば終わりなんですけど、例えばね、ここら辺の苗はね、もうね、定植サイズですね。大きいですね。これ、ここら辺はね、非常にいい苗に育ってるんですけど、こういう苗ですね、小さいですね。こういうのがね。で、まあ茎の太さが、まあある程度5ミリ近くまでいってれば、まあ、結構十分育つんですけど、茎がね、細いのって結構育ち悪いんですよ。やっぱり根っこが少ないんですね。で、こういうのに EM 活性水、先ほど言ったのをね、与えてあげると、みるみる元気になりますんでね。まあそんな感じでね、心配しないでください。はい、あとはですね、定植してある玉ねぎの苗ですね。こんな感じでね、今ね、これは中奥手種のもみじ3号というね、品種になります。まあ、葉先ね、こんな感じで枯れてますけど、まあこれね、ベト病とかではないです。今の段階で、もしね、ベト病にかかってても、まあこれね、基本的に大丈夫です。先ほどの EM 活性水とかで、この初期生育を元気にさせていくとですね、ベト病もしかかっていても、抑制しながらですね、株が大きくなります。ですから、まあそこら辺の管理はね、また後ほどお伝えしていきますけど、まずはですね、こう、定植した後ですね、定植して10日ぐらい経ったと思うんですけど、こうやってね、ちょっとね、軽く引っ張ってみて、抜けなければですね、根がもう結構活着してます。これがね、ポイントです。で、その後ね、苗が大きくなってくればですね、もう御の字ですね。で、こう見ていくとですね、ここら辺なんかね、もう結構だいぶ大きくなってきましたね。畑が30センチはもう超えていきましたね。まあ、本葉は3枚ですから、これがね、6本とかね、それぐらいね、出てきてですね、もう茎の太さがもう12月の下旬ぐらいには、この人差し指サイズぐらい。これぐらい、これは太いかな。小指か人差し指。これぐらいのね、サイズぐらいまで、この茎の太さが大きくなってくるとですね、この本葉がだいたい6枚とかね、多いと7枚ぐらいになります。これで12月を越していけるといいですね。で、12月の中旬に一回ここぼかしをね、まあ追肥ですね、入れていくような形になります。それまでの間に根をね、しっかり活着、そして増やす。この根を増やしてあげるというのが重要になります。はい、こちらはわせですね。わせの方はね、もう元気ですね。非常にね。こちらはもみ殻をね、敷いてます。まあ、もみ殻ね、敷いても敷かなくても正直どちらでもいいんですけど、だいぶね、元気にこんな感じでね、育ってきてますね。本葉が4枚ですね。だいぶいい感じに育ってきてます。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まだね、玉ねぎ大丈夫ですから、気温がね、ほんと高いのでまだ大丈夫です。まあ、これもね、ただ地域にもよります。で、ポイントはしっかりとですね、根を根付かせていく。で、そのために苗を大きくしておくというのがポイントになります。ここら辺を、そうですね、まあ、いくつもね、動画上げてますので、過去動画も含めてですね、概要欄貼り付けておきますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日の動画良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。